はい、皆さんこんにちは、今日からネヘミヤ記について学んでいきたいと思います。ネヘミヤ記ですね。ネヘミヤ記、ちょっと待ってくださいね。インターネット消しましょうね。はいはい、ネヘミヤ記について見ていきたいと思います。ネヘミヤ記一章開いてください。ネヘミヤ記一章です。はい、始める前にお祈りし始めたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、この時間を感謝します。神様、どうぞこの時間を通して私たちの心にどうぞあなたが語りかけてください。神様、感謝します。本当に私たちがあなたに会って、本当にネヘミヤ記を通して励まされますように、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。神様助けてって皆さんは人生で何度言ったことでしょうか。本当に神様を信じてる信じてないにしても、どの神様に求めてるんでしょうか。本当に私たちは人生の中で神様助けてって言う時があります。よく、こういう言葉があります。すいません、ちゃんと覚えてないんですけど、困った時の神頼みって言って、困った時だけ神様を求める、それ以外は神様を求めないっていう人がたくさん日本の中にもいます。本当に私たちは困った時だけにしか神様を求めない、求めることをしようとしません。でも私たちは本当にこのネヘミヤ記を通して分かるように、ネヘミヤを見て分かるように、私たちは本当に毎回毎回祈っていかないといけません。本当に私たちは困った時だけではなくて、喜んでいる時も、また本当に困っている時も、神様に対して会話をする、祈りを通して会話をする、祈っていくっていうことが本当に必要です。本当に今回ネヘミヤ記を通して、ネヘミヤはエルサレムの状況を聞きます。そしてその後ネヘミヤはひれ伏して神様に対して祈っている姿を見ることができます。今回のメッセージの目的として、私たちが困難にある時もない時も神様に対して祈ることを励ますためです。では早速、1節から4節、1節から4節ですね、見ていきたいと思います。1節から4節読みます。ネヘミヤ記1章1節から4節。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に、私がシュシャンの城にいた時、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。3節。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。4節。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間門に服し、断食して天の神の前に祈って。はい、ここで閉じたいと思います。まずネヘミヤ記ですね。ネヘミヤ記について、まずネヘミヤについて、学びたいと思いますけど、ネヘミヤっていう名前の意味は主の憐れみという意味です。ネヘミヤは、国家公務員的な存在でした。国家公務員的な存在で、本当に国の、城壁再建ですね、エルサレムにある城壁を再建するためにリーダーとして立ち上がった一人でした。その中に本当に彼はよく祈っている姿を見ることができます。神様に対して祈っている、その長さが短い祈りであったり、また長い祈りであったり、本当にパッて祈る、ネヘミヤ、どんな時でも祈るネヘミヤの姿を見ることができます。この1節から4節でもあるように、まず1節を見ると、第20年のキスレウの月とあります。キスレウの月っていうのは、だいたい西暦で言うと紀元前445年か444年でだと言われています。12月1月のあたりだと言われています。前の章で登場した、エズラ、ネヘミヤ記の前のエズラ記を書いたエズラですね、律法学者エズラがいます。その律法学者エズラが
エルサレムに帰った後、その宗教改革した後、12年か13年経った後に、ネヘミヤが来たとされています。まずネヘミヤはシュシャンの城にいました。そこに親類の一人ハナニ、ここの親類っていうのは、まあ、兄弟って訳せるんですけど、まあ、本当の実の兄弟ですね。ネヘミヤの兄弟のハナニがこのユダから来た数人の者と一緒に来たとあります。ここでもあるように、その親類のハナニがユダの地から人々を連れてネヘミヤに紹介しました。どんなことを紹介したのか、本当にエルサレムで起こっている状況を紹介しました。もうかねて、まあ、エルサレムのことが心配していたネヘミヤに対して、こうこうこうなことが起こっています。まあちょっと読むと、本当に非常な困難の中にあると、生き残った者たちは非常な困難の中にいるって、もう城壁は崩されて焼き払われたままだと言われています。本当にそれを聞いたネヘミヤの反応っていうのは、ネヘミヤの反応っていうのは、座って泣いてもう崩れて喪に服したまま断食したと書いています。喪に服したままじゃなくて、はい、やり直し、このすいません、彼らの言うことを聞いた後、すいません、このハナニの言うことを聞いたネヘミヤは、ネヘミヤの反応っていうのは悲しんだんですね。本当に数日の間座って泣いて、数日の間喪に服して断食して天の神に祈ったって書いています。本当にこの箇所でもあるように、ネヘミヤはエルサレムのことをすごい思っていました。エルサレムのことを聞いて、エルサレムのその家族たちのことを聞いて本当に悲しんだんですね。で、続けて見ていく中で、その悲しんだまま断食したまま本当に祈っていくところを見ていきたいと思います。5節から11節、見ていきたいと思います。5節から11節読みます。言った、ああ天の神主大いなる、恐るべき神主を愛し天の命令、あ、すいませんやべえやべえやべえはい、5節から11節読みます。言った、ああ天の神主大いなる恐るべき神主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、6節、あなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。7、私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもってあなたが贖われたあなたのしもべあなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。はい、まず5節から11節ですね。その前に先ほど断食というのが、見たと思います。断食したと4節で喪に服し断食して天の神の前に祈ったってあります。断食っていうのは、そのよく食べ物を断つと、食べ物を断って神様との時間を持つことを言いますけど、この断食っていうのは食べ物のみならず、まあその自分がその欲している肉的なものですね。例えばゲームが好きな人はゲームであったり、まあ
聞いたことあるのは Facebook がもうすごい見てしまうから Facebook を絶ってその時間を神様と時間を持とうという人も聞いたことがあります。本当に断食っていうのは肉に頼っている自分ではなくて、その肉ではなくて霊によって神様を求める時間を持つことのことを断食と言います。なので断食はもちろん食べ物を絶つこともいいですが、だからこっちはダイエットと断食もまた違います。食べ物を絶つではなくて、本当に食べ物を絶つのもそうですけど、肉のものを絶ってその時を神様との時間、霊によって神様との時間を持つことを断食と言います。でこの断食と祈りっていうのは本当にイエス様が新約聖書でもなくてはならない、クリスチャンとしては必要なことを言っています。もしあなた方が断食と祈りをするならばと言っています。ここでですね、まず5節から11節でもあるように、このネヘミヤが言ったことっていうのはイスラエルの先祖たちと現在の民たちの罪の告白のことをまずネヘミヤは言っています。ここでもあるように、私も私の父の家も罪を犯しましたですね。ここもここで書いています。私も私の父の家も罪を犯しました。本当にその取りなしの祈りですね、モーセが約束した御言葉による取りなしの祈りを本当にここで祈りの中で用いています。最後の方にネヘミヤはこの人の前に憐れみを受けさせてください、11節読みます。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。この人の前にっていうのはここであるアルタシャスタ王のことを言います。まあそのネヘミヤは捕囚の地にいたので、その敵陣のその王に対して憐れみを受けさせてくださいと言っています。なぜかっていうと、この王の許可がなければエルサレム再建のために行くことができませんでした。出向くことができませんでした。なのでこの王に対して、どうぞ憐れみを示させてください、私の願いが通りますようにと祈っています。まずここでこの時、まあ検釈官だったんですね。彼は検釈官っていうのは、まあいわゆるそのこの王に献上する杯の毒味のことを言いました。もしかしたら王に対して毒が盛られているかもしれません。その毒を確認する、大丈夫かなって確認する、もしかしたら死ぬ場合もあるっていうこともあるんですけど、毒味をする係でした。まあ本当に彼は大事な役割だったんですね。王のもう側近という形でした。このネヘミヤ記の中で、すみません、特にこの一章の中でしもべという言葉8回ネヘミヤは使っています。また自分自身のためには3回もこのしもべのためにとお祈りしています。ネヘミヤは神様の前にも一人のしもべであって、主のご計画を成し遂げるためにこのシュシャンの城にいると、王に仕えているんだっていう確信がありました。ネヘミヤは自分の地位を自分自身で得たとは考えず、自分の地位は神様から与えられたっていうのをちゃんと理解していたんですね。ですからしもべとしての行動が何か神様の御心である、何が神様の御心であるのかっていうのを知って行動しようとしています。このネヘミヤの生き方の中には、まず神様の国とその神の義とをまず第一にするっていうこの姿が現れているんですね。ですから本当に彼はしもべとして行動しようとしていました。私たちも今ここにいる、本当に今あなたがそこにいるっていうのは、自分自身の働きではなくて、神様のご計画を成し遂げるためにここに置いてあるっていう認識が必要です。それを理解するっていうのが必要です。本当に自分の価値を他人からの評価とか地位などに置くんだったら、私たちは本当にこの世の人になってしまいます。私たちの価値っていうのは本当に神の作品として存在している、そこにあるんです。本当に神様は私たちを、あなたは神の目に、本当に私の目には高価で尊いと言いました。
自分自身を本当に正しいアイデンティティを持つ、本当にこの世に属することを、この世に属さないで生きるっていうことを本当に理解しないといけません。私たちは本当に神の作品であって、私たちは本当に神様の働きのために備えられたものであると聖書で書かれています。私たちはその場所場所において神様の働きをなす必要があるんです。本当にこのネヘミヤ記を通してこれから学んでいく中で本当に理解してほしいことっていうのは、ネヘミヤはまず祈っていたんですね。断食して祈っていました。断食のみならず本当に彼は頻繁に祈っていました。私たちも困難、また困難のみならず困難だけではなくて、困難ではない時もいい時も本当に悪い時も、私たちは神様に対して祈る必要があります。祈りっていうのはただの会話、本当にただの会話では、祈りっていうのは本当に神様との会話です。本当にただの形式的な祈りではなくて、神様との会話であって、いつでもありのままの自分で祈ることができます。ネヘミヤはいつでもどんな時でも祈っていました。本当にそのネヘミヤのようにどうぞ祈り続けてください。今祈っていることがあったらどうぞ祈り続けてください。神様は本当にあなたの祈りを聞かれます。御心であるならあなたの祈りを聞かれます。またここでもあるように、しもべとして、私たちはしもべとしていることを理解しないといけません。私たちは本当にしもべとして神様の御心は何かっていうことを理解しないといけません。今あなたがいる状況において本当に一番神様の義を求めてください。神様の義とその神様の国とその義とをまず第一に求めてください。本当に私たちがしもべとして生きていることを知覚してください。で、何が神様の御心で神様の御心ではないかっていうことを理解して歩んでください。本当にこのネヘミヤ記を通してこれから学んでいく中であなたが励まされることを本当に祈っています。はい、これで、ネヘミヤ記終わりなんですけど、これからネヘミヤ記を学んでいく中でどうぞ本当に一緒に見てってください。本当にネヘミヤの人生を通して、本当にこのネヘミヤ記を通してどうぞ励まされてください。じゃあお祈りして、閉じたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、本当にこの時間を感謝します。このネヘミヤ記でもあるように、本当に私たちがどんな時でもネヘミヤのように祈っていくことができますように、またネヘミヤのようにしもべとしてあなたの御心を求めていくことができますように、どうぞ助けてください。どうぞあなたが本当に導いていてください。私たちの一人一人の人生をあなたが捉えていてください。私たちを本当に導いていてください。歩ませていてください。あなたの御そばで歩ませていてください。感謝します。あなたがどうぞ私たちを祝福していてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。Maybe you've seen in our resources down below in the worship songs that our worship song sheets are not in chords but in numbers. はい、皆さんもお気づきの人がいると思いますけど、私たちのその学習資料、この学ぶためのその資料が下の方にリンクが書かれてるんですけど、そのリンクを押すとその賛美シートが出てきて、その賛美シートがコードではなくてナンバーズ、このナンバーで出てると思います。And so really in the worship culture right now, numbers or the Nashville numbers system is the standard. 世界の賛美の中でそのナッシュビルナンバーズ音階、このナンバーズっていうのが使われていて、それがスタンダードとしてナンバーズが使われています。Here is a picture of the Nashville numbers system that we provide for you in the resource. Nothing in the pocket?You're rich now. Thank you.
watching and all that stuff, comment down below, call to action. But look at this camera because this camera is about to die. Okay. Hold on, the door is open. It's okay. Here you go. What? Yeah, you can totally see the door. What happened? He was just peeing his pants.